エドウィン・チャピン・スタークスは、アメリカ合衆国の魚類学者。主として、スタンフォード大学で研究を行い、特に魚類の骨学の分野の権威として知られる。また、分類に関するの論文も多く、1895年から1900年代初頭に、かけてのピュージェット湾の魚類研究も有名である。日本産のアイナメも DS ジョーダンと共著で、記載するなどしている。 1867年1月25日、ウィスコンシン州のバラブーで生まれた。シカゴで学業を収め商業関係の仕事に就いたが、自然史、特に魚類に強い興味を持ち、当時の米国で有名な魚類学者であったセオドア・ギル博士やデイビッド・スター・ジョーダン博士らと連絡を取り合うようになった。博士らは彼に専門的に魚類研究をするよう勧めたため、 1893年の秋、魚類学者になるという明確かつ格好たる意志を持って26歳でスタンフォード大学に入学した。彼は C.H. ギルバート教授と D.S. ジョーダン教授の指導下の学生グループの中ですぐに頭角を表し、研究者として速やかに成長していった。入学後1年余りの1894年冬には、 ジョーダンのメキシコマサトランへの資料収集遠征に同行し、翌1895年にはパナマへのホプキンス、遠征隊の一員に加わるとともに、同年7月に行われたピュージェット湾における初の本格的なドレッジ調査にも参加した。2週間をかけた、このドレッジ調査は、主として無脊椎動物の採取のために計画されたもので、あったが、ドレッジに入った魚のほか。 磯玉りや砂浜での地引き網でも魚類を採集し、その結果はジョーダンとの協調で同年中にザ・フィシーズ・オブ・プジェット・サウンドの表題でカリフォルニア科学アカデミーの起用に発表された。この論文中では日本産のアイナメ・ヘクセグラモス・オタキー・ジョーダンスタークス1895も二人の連名で新種記載しているが、これはアイナメが pj1 で取れたわけではなく、それまで pj1 でも多数取れるエゾアイナメヘクセグラモススタルリーと日本のアイナメとが同種とされていたのを東京産のアイナメを比較研究した結果別種と判断されたためにこの論文内で新種として記載したのであった。記載に用いられたタイプ標本は1年前にスタンフォード大学を卒業して記日していたジョーダンの教え子であり、 スタークスの先輩にあたる大滝圭之助が東京市内で買って送ってきたもので、大滝の名を記念して、アイナメの学名をオタキーとした。1897年から1899年までは合衆国魚類野生生物局でクリントンハートメディアムのアシスタントとして働き、その後1899年から1901年まで2年間は、 ワシントン大学のバーク自然史文化博物館のキュレーター及び同学の動物学のアシスタントプロフェッサーを務めた。1901年にキュレーターとして再びスタンフォード大学に戻り、1927年に助教授となって、以後は1932年に名誉教授になるまで務めた。長い研究者生活の中で1899年の アラスカ遠征や1911年の同学のブラジル遠征などにも参加した。また、欧州各地の博物館やナポリのアントンドーム臨海実験所での調査研究のために2回、投稿したが、これらの旅は人脈を広げることとヨーロッパの標本コレクションについての知見を広げるのに大いに役立った。彼の著作論文は80編を超えるが、 その3分の1近くが魚類の骨学に関するもので、彼はこの分野で結出した権威となった。他の論文は主に魚類の系統分類や、生物地理的に関する内容となっている。妻クロエによる、糸引きカジカアギローコティスザンデリの、図研究者としてだけではなく、教師としての際にも恵まれた人物で、学生たちに対しては、愛と寛容と忍耐をもって接し、 またユーモアのセンスもあったため、学生たちから深く信愛され、研究に対する情熱も伝わった。また学生のみならず、彼を知る同僚からの評価も常に高かった。性格は控えめで、名声を追うようなタイプではなかったが、彼の家へ行けば、いつも寛大にもてなしてくれるため、彼の周りには小さなながらも極めて献身的なファンの集まりができた。好奇心が旺盛で、 文学や冒険旅行などにも強い関心があり、それらに関する多くの蔵書を持っていた。自身でも3巻の旅行回想録を表している。妻のクロエレスリー・スタークスはスタンフォード大学医学部で医学博士となった。ありがとうございます。